こんばんは。いや、久しぶりにここのルームにいるよ。なんか光の正解がわからない。こんばんは。どうも。ということで、今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。皆さん、急にね、始めるっていうね。いや、なんか今月中にショールームしようって思ってて、でスケジュールを見よったら、え、今日じゃねみたいな、え、できるの今日じゃねってなって、やばいって思って今日にしました。今日にしました。そう、今月中にやりたくて、でもせっかくだったら。そう、でもやっぱさ、もう皆さんにいっぱいありがとう伝えるにはもう早い方がいいだろうということで早く伝えようということで、ショールームをね、急遽ですけど配信したいと思います。そう、明日はねサイン会、あさってもう一個タイム最後ですよね。なので、そう、後ろにあるお花、これはソニーさんがくださったお花なんですよ、昨日。そう、ソニーさんがこれとね、このね、よいしょ、プレゼントをくださって、なんかこれもなんかお花関連で、そう、ソニーさんがくださった、プレゼントしてくださった、そう、なんかね、桜の、そう、あれで、これかな、そう、すごくない、愛ですよね。これだ、これが桜のやつだ。で、これとか、そう、どっちも多分桜なんだと思う。ほら、桜って書いてある。すごい光る、見て。そうで、こっちが黄色と青っていうアナのペンライトカラーにしてくださって、愛愛愛本当に嬉しい、本当に幸せだなって思って、どっちもソニーさんから昨日プレゼントしていただきました。プレゼントしてくださいました、ソニーさん、レーベルのね、ソニーさん、そう、ありがとうございます。本当にびっくりしたの。そう、終わって昨日ショールームが、そう、ソニーさん、なんかマジで昨日本当になんかめっちゃ来てくださってて、たくさんスタッフさんが、普段は、普段ほんまに、それこそ前も配信で言ってたように、前さ、あのマイカがサプライズで最後来てくれた時に、なんか今日マネージャーさん2人いるなって思ったんですよみたいな、現場のマネージャーさんが2人いることってないからみたいな、あんまなんかメンバー1人に対して現場のマネージャーさんが2人いることはあまりないからみたいな話をしてて、そう、そしたら昨日6人いたんですよ6人、あのいろんなソニーさんとかもとか運営さんとかいらっしゃってて、なんかもう私はなんか どうしたんですかってなんでですかって言っちゃったもんなんでこんなにいるんですかって言って、緊張するじゃないですかって言って、でもそんなね、そう、たくさん来てくださって、そう、びっくりしたんですけど、なんかすごい嬉しいなって思って、そりゃあんちゃんリーダーの MV 解禁なんだから来るよってソニーさんたち言ってくださってて、そう、一人のためにこんなにも動いてくださるスタッフさんがあのいてくださって、すごく幸せだなって思ったし、最後にこうやってお花いただいたりとかして本当に嬉しいなって思って、幸せだなって思いました。でもね、そんなあの6人のスタッフさんが外で見てるって思ったらね、すごいね、あの緊張はしたんですけど、終わった後に
マネージャーさんたちがなんか MV 解禁して数十分この子一人で何喋るんだろうって思ったらしいのねけどさすが一人でちゃんと喋れててさすがでしたって褒めてくださって嬉しかったです嬉しかったです。でもね MV のことだからまあね結構ね一生喋ってられるっていうね。そうでもやっぱここで一人で喋るのと配信のスタジオで喋るのとは全然空気が違うからそうね、ちょっとやっぱ緊張はしてたんですけど、しかも MV 解禁っていうので台本がゼロだったからその MV 解禁されてからの台本はほぼゼロに近い状態で自分も何話そうって悩みながら話してて、そう時間もねそう無事に喋れてよかったミュージックビデオも 5.5 万回さっき見たら 5.5 万回再生していただいててありがとうございますまずは目指せ10万回ということで皆さんたくさん見てください。そしてあのね LINE ミュージックとかあの配信の方でも聞いてほしいのでちょっと YouTube も再生してほしいし曲だけの方でも聞いてほしいしっていうのであの本当にわがままを言ってごめんなさいなんですけどちょっとたくさんたくさん見ていただけたらなと思います今日はなんか裏話まだ全然喋ってない裏話だったり皆さんとちょっと会話していきたいなって思ってます。そうなんかモーメントにも書いた昨日なんかあんな今日全然寝れんくて3時間で今日お仕事行ってきたのねそれはでもみんなのせいなんですみんなのせいですよ本当に。みんなが優しいコメントとかをたくさん残してくれてて全部それを読んでたらマジでどん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 時間が過ぎていって寝る時間がなくなってそうっていうどんどんのもうねいろんな単語で検索したけんねマジって本当になんかもう全部見たと思ってる自信があるこんな言えるぐらい見たと思っててそうでなんか YouTube のコメントもそうだしそうモーメントのコメントも Twitter もインスタもなんですけどはいエゴサがとてもはかどりましたハッシュタグアンナルームも山本アンナもあとアンナちゃんアンニャとかもうなんかアンナとかもなんか片っ端から見た自信がすごくあってあとメンバーが引率してくれてたリプも目通したしそうなんかもういろいろ検索しすぎて自分でももうちょっと覚えてないくらいなんか検索してなんか過去一に検索したんじゃないかっていうくらいあの検索しちゃいました。でもなんか本当に何だろう正直その何だろうねまあいつもさ私は自分にさまあね自分にめっちゃ自信がまあイコラブ基本そうだけどさあるわけじゃないからなんか MV 見てほしいっていう気持ちもあもちろんそれが 100% だけどどこかなんか緊張するなとか怖いなとかなんか大丈夫かなとか。やっぱいろんな感情があったりしたんですけどでも本当にその不安が全部が吹き飛ぶくらいに皆さんのコメントが優しくてなんか本当に幸せだったしあとはまあ LINE とかでもすごいメンバーも LINE くれた子もいたりあとは普通に友達そう出てない友達とかからもたくさん来たりとかしてなんか本当に昨日一日なんかすごい一生分の幸せをねもらったんじゃないかって思うほどすごく幸せでなんかもう今考えたらちょっと泣きそうなんですけどなんかすごい幸せだなって思った。あ泣きに来たわけじゃないの私はこの配信でうんなんか本当に幸せだなって思ってありがとうを早く伝えようって思って来ましたなんかメンバーの一個一個考えてくれてるコメントも嬉しかったし
なんかサナとかのショールームちょっと見たの、たまたま普通にサナのショールーム見て、そしたらサナもちょうどその時になんかアナの MV の話もしてくれてたりとかして、そう、なんか配信ショールームの配信終わった後とかもマイカとかも普通に泣いたんだけどって、めっちゃいいって連絡くれたりとかして、なんかもうみんなの優しさにすごく救われたなっていう風にね思いました。なんかこんなにもその自分のことを思ってくれてたり見てくれてる方がいるって正直思ってなかったから、なんかびっくりしたのなんかびっくりして、なんかすごい嬉しかったし、うん、なんかびっくりした本当にびっくりしたんです。卒業したねメンバーもあの LINE くれてたりとか、そう、家族もすごい喜んでくれてたし、あとまああのね、指原さんに改めてありがとうございますって LINE したら、なんかすごいねあの優しい言葉を返してくださって、お父さんにもモカにもお友達にもありがとうって伝えて、ありがとうございますって伝えてねって言ってくださってそう優しいなってモカまで入れてくださって、モカにもって指原さんのあの言葉、指原さんが打ってくださってる文章でモカって入ってることが嬉しかっためっちゃ嬉しかったんですよそう、それで家族のグループ LINE でそれを言ったら、お母さんもなんか土原さんがそんなこと言ってくださったのみたいな感じでした。YouTube のコメント欄もなんか最初はさ、なんだっけ、なんかなんだ、多分なんかあれ文章にいいねがついてる順みたいなのとさ、新しい順があるじゃん。最初普通にパーンって最初らへんに見てる時はあれだったんだけど、もう今日の朝ぐらいからは全部一通り見終わった後だったから、新着順みたいなのにして全部見てました。優しい、みんな全部見てるよ。でもあともう一個思ったのが、なんか自分が思ってた以上に広島の出身の方とか今広島に住んでるって方もたくさんいた。あれこんなにいたんだって思うくらい、なんかそれこそ、まあ、それはもうイコノイジョイの中でたくさんなんかいてびっくりして、そう、それもねすごい嬉しくて、でなんかあんちゃんが広島の誇りだよとか、なんか広島で MV 撮ってくれてることが嬉しいとか、なんかいつも見てる場所だとか、たくさんそういうことを書いてくださってる方もいて、それが嬉しかったですね。あ、こんなにもいてくださったんだ、いているんやと思って、うん、なんか嬉しかった。ですぐにあの聖地巡礼っていうんですか、なんかでも自分で聖地とか言いたくないんでなんかあれなんですけど、私がだから撮影した場所に行ってくださってる方がたくさんいて、早っと思って、めっちゃ早っと思って、しかも結構何人見つけて、そう、あと私が行った場所をあのもうリストに作ってくださってる方とか何人かいらっしゃったし、なんかもう本当に嬉しいなって思って感謝です。ありがとうございます。スクール、あ、でもそう、あのアクターズスクールはあのちょっと侵入禁止なので、皆さんあのアンナが撮影した場所だからと言って立ち入るのはあのご遠慮ください皆さん侵入禁止です、すいません。
まあ分かってると思うけどさすがに。はい、やめてください。でもなんか実はね、普通になんかバレてるかもって思ってて、あんな撮影したこと。そう、バレてると思ってたよ。ちょっと韓国語バージョンで字幕を作った。すごい、ありがとう、カムサオニダ。めいっ子が見たって言ってた。え、そう、なんかね、結構ね、広島でさ、やっぱ撮影を、しかもなんかあんな衣装でもうド派手じゃないですか。で、普通にたくさんね、カメラとかスタッフさんとかがこういらっしゃる中で、なかなか、まあ、東京だったらなんか撮影してるよぐらいかもしれないけど、特に広島だから、しかも広島の結構栄えてる、一番栄えてるっていう場所で撮影してたから、結構ね、あのめっちゃね、もう視線があったんですよ。そう、でも普通になんかファンの子とかいて、そうで、アリスガーデンっていう、なんか一番最初に私が振り向いてスタートした後ろに赤いさ、なんか建物があるところとかも、なんかあの時もなんかすごい、本当に女の子が本当に多分イコラムのことをすごく好きで言ってくれてて、そうで、なんか私のソロっていうことももう知ってるレベルの子で、そう、普通にもうなんかもうスタッフさんがちょっと秘密でって言ってたんだけど、もうそこでさ、パフォーマンスしてるから、普通になんかライブ開催しちゃってて、そうだから、もう普通に一般の方とかの前で普通に勝手になんかね、ライブ開催してました。そうで、他にも5、6人声をねかけてくださったり、なんか気づいてくださったりとか。でも全部女の子だったんだけど、それもでも結構みんな、あんまり多分その声をかけてくださるような方をツイートしないから、多分そういう方はツイートしてなかったんだと思うんだけど、結構ね、あのお会いしました、普通に。だからでもなんかちょっとチラッチラッほら、あのツイートされてて、あーされちゃったねって、スタッフさんと言ってて、そうだからちょっとバレてるかなって思いつつ、でもまさかなんか次の日、武道館の次の日だったから MV は撮ってるって思わないかみたいな、なんか広島であの旅ランとかかなってワンちゃん思われるかなとか、なんか広島で広島車検かなとかさ、なんか広島だしって思われるかなって思ってました。だからまあそんなにはバレてないかみたいな。私がさ、例えばなんかちょっと違う、もっと違う県に行ってたらあれだけど、広島だからまあ何かしらの仕事かなって思うじゃないですか。だからまあ大丈夫かなって思って。だから MV っていう言葉とかソロでとかって言葉が出ないことだけを願ってました。よかった、無事に良かった。広島とは思わんかったねえ。広島なんか撮影どうするって、もうね、本当に全部自分でこうしたいこうしたいとか、ここで撮りたいとかね、こういろいろ本当に決めさせていただきました。武道館の翌日っていうのはリクエストなわけないやろ。あのすいません、絶対に武道館の次の日に撮りたいんですとか言わんやろ。絶対に言わないでしょ。めっちゃ桜、あ、おかえり花だよりだ、ありがとうございます。後で最後にありがとうしますね。あきららさん、ありがとう。え、もう本当にね、アドレナリン出てたよね。だから武道館でさ、いっぱい差し入れがあって、でご飯とかもうわーみたいな、もう、まあ、メンバーもみんなさ、知ってるから、次の日が MV だって、アンナが「あー、これも食べたい」とか言ってた、これだけは食べな」とか言われて、もうアンナ、それは武道館が持たないから、これなら食べていいからみたいな。って言って、分かった、じゃあこれのお肉をちょっとだけ食べるねとかって言って
なんとかやってました。そう、なんかもう武道館でもう差し入れが山のようにあって、もう私は目をキラキラさせてこうやってとりあえず持って帰ってお家にね。そう、でももう次の日 MV だから、もう早く寝ないといけない、次の日ね朝早いから。そうだし、あのでも何のもう準備とかもあんま できてなくて、そうね、ちょっといろいろ準備したいものとかがやっぱあって、そう広島でねこう渡したいものとかもいろんな人にあったから、もう準備がそれがやばくて、もう家帰った瞬間に武道館終わって、家帰った瞬間にも次の日の準備して、もうお風呂入って、でもうバタバタってやって、でも寝坊しないようにマネージャーさんと、もうでもさ私だけじゃないからしんどいのは、なんかマネージャーさんもそうやし他のスタッフさんもね、私と同じように武道館でいてくださって、一緒に広島に行くスタッフさんも何人もいらっしゃるわけだしで、ね、もう気合いやと思って、でも意外に元気だったんですよ。そうで新幹線の中で武道館で持って帰ったご飯とかなんかいろんなものを食べて、まあ、朝だからいいやと思ってで元気づけて、でちょっと新幹線で寝たんかな、寝てないんかな、なんかむくむから寝たくないって言いながら最後ちょっとね、最初ちょっと1時間くらい寝たのかもう覚えてないんですけど、とりあえず広島に着いてもうすぐ撮影始まりましたね。で一日中撮影して、そうで次の日が尾道、だからその日の夜にもう尾道に移動したんですよ、夜撮影が終わって。そう最後がしかもお好み焼き屋さんでの撮影だったんですけど、でその日のうちにもう移動したので実家には泊まらずホテルに尾道の方に泊まって、で次の日朝から海行きました。海行って未来心の丘行ってって感じで、で帰ってきて私レコーディングだったんですよ、ちなみに言うと。ちなみにレコーディングしたんですよ、帰ってきてそのまんま。そうでサイン会で、サイン会ちょっと私遅れませんでした、皆さん。サイン会あの日遅れたなって日ありませんでした？あれあんちゃん始まんないなっていう日ありませんでした？そうちょっと時間がギリだったんです。レコーディングがちょっと自分の中でも、ここが納得いかないっていうのとかでちょっといっぱい、ここをもう一回撮り直したいですとかって言ってたら、ちょっと遅れて、そうレコーディングがね10分弱押し、違うサイン会10分弱押してスタートしちゃいました。そうっていうネタバラシをみんなにごめんなさいをしようって思ってて言ったんだ。あそうゲネプロ行けなかったのもサナの舞台の広島にいたからですね。そうなんですよ。トラブルだと思ったよね、ごめんね。そうっていう理由があったんだ、ごめんなさい。そうなんです。そうでね、もうレコーディング、しかも武道館で MV レコーディングで、 MV でも結構声を出さないといけなかったから、そうやっぱさ友達とのシーンとかアクターズのシーンとかも全部結構喋ったりで、もう喉がやばくて武道館終わりで、でその次の日がレコーディングだから、もうマネージャーさんがもう片っ端からもう喉の薬とかなんか喉飴とかもうねできることを全部しまして、そう私が撮影してる間に薬局にお姉ちゃんさんが買いに行ってくださって、もう喉にできるケアを全部やって本当に。もうね全部やって本当に。そうで今龍角散がないじゃないですか、なかなか。そうだからもう龍角散も一個大事に食べてとかして乗り切りました。そう思い出全部、めっちゃ思い出なんですよ。もう本当にたくさんサポートねしていただいてなんとかできました。なんとか
そうそう、もうその数日間が濃すぎて、3日間ぐらいが濃すぎて面白かったなんかすごくすごい幸せだなって思いました。本当にとっても、でもね、自分も体力あやばい、さすがにやばいかなって思ったけど、結構いけた、楽しかった、楽しかったですふふ元気でした。でもMV 終わってちょっとしたぐらいからもう爆食いしましためっちゃ食べました。めっちゃ食べて今に至ってますはい、今に至ってるんですよ、今に至ってます。だからちょっと4月から頑張ろうって思ってるんで、頑張るかは知らんけど頑張るかは知らんけど、そうね、3月はとても食べましたっていうことを報告したいと思います。もう MV 終わったぜイエーイって感じで食べましたそうそう、まだ3月なのでね、マイカとサイゼ、マイカとサイゼも、まあ、2回くらい行きましたね。そうそう、マイカがネイルしてくれたのも、あれはピンクと水色も衣装に合わせてでした。実はそう、まああと普通に武道館にも合うし、コラボカラーもだしっていうので、全部辻褄があった辻褄があったので、そう、マイカにしてもらいました。だからね、そう、電車のシーンとかでこういうなんかシーンとか、なんかこう、なんだろう、窓にこう手を添えるとかいうシーンとか、わざと爪見せてたわざと爪を見せてました、こうやって伏線回収中でしょ、いっぱい伏線があるんだよ実は確かにネイリスト佐々木舞香って記入してもらわんといけん。そう、なんか地味に見せてました。そう、確かにザビエルハート、それな、美人よかったね、嬉しい、嬉しいです。でもね、なんかイコラブメンバーあるあるなんだけど、なんか本当にソロの MV 出してる子たち、みんなソロの美人めっちゃいいの、思わない？ソロの美女さ、結構さ過去一にいいじゃんってくらいさ、メンバーさみんなさ良くない？っていうことを知ってるし、なんか一番近くで見てるからこそやべえと思って、やばいぞみたいな思いました。そう、思うよね、やっぱなんでなんだろうあれって、なんでなんだろうね。いや、いつも気合い入れてるんですよ、いつも気合みんな入れてるんだけど、なぜかソロ結構みんな美醜が特にいいから、だからもう私もちょっとドキドキしてた、ドキドキしてました。あんなも美醜良くなれたかな美女良くなれたかな、別にあんな美女担当じゃないからさ美女担当じゃないから、ちょっと別になんか求めてはないかもしれないけどさまあでも、ね、でもなんか不思議だった、なんかいつもさこう推しメン、私のファンの方はさ、私が出てる分数をさパッて頑張ってみてさ、なんかこう記録してくれたりさ、スクショ撮ってくれたりとかさして、画像を加工してくださったりするじゃないですか。それがさ、あの何分間か4分ちょっとさ、全部さどこを切り取ってもさアンナがいるってさ、不思議でしょうがないじゃないですか。本当にこんなにさいろんなさカットがあってさね、本当にさ驚きじゃないですか。なんかもう不思議でした、あんなはとっても不思議でしょうがなかったですね。
だからなんかみんな、なんかあのファンの方にね、そうやってこうずっと4分以上もずっと自分のことをお見せできることは本当に嬉しいなって思うし、幸せだなって思います。たくさんね、聞いてほしいし見てほしいです。なんかさ、本当に曲が良すぎて、曲が良すぎて、そうさ、あの昨日のショールームでも話したんですけど、そう、指原さんにあの楽曲を作るってなったのが決まった、制作が決まった時に、あの作詞のお話をしていただいて、どうするって、あの誰かこうこの方に、まあ、書いていただけるか分かんないけど書いていただきたいっていうのがあったら、もちろんお願いは一旦ねしてみるし、それが通るか通らないかは別としてお願いはもちろんしてみるし、アンナが自分で作詞してみたいっていうんだったらそれでももちろんいいし、でもちろん私が、スシャラさんが、私がするしてももちろん本当に私でよければって言ってくださって、そう。でももう私はもう指原さんっていう選択肢以外全然なかったから、本当にお忙しい中ちょっとね一個増やしてしまって申し訳ないんですけど、指原さんにお願いしたいですって、指原さんにの歌詞がいいですって言ったら、もちろんだよって、嬉しいよって言ってくださって、でなんかどういうテーマというか、じゃあ自分の気持ちを自分で歌うものがいいのか、ファンの方の気持ちを歌うことがいいのかとか、なんか目線があるじゃないですか曲にも、でそれをまず話してから始まりました。でもなんかもう私あんまりさ文章を作るのが得意じゃないから、あのねちょうどその時にいおりとまいかと一緒にいたのね、だから2人になんかどういう目線がいいかなとかいろいろ相談2人にしましたね、ちょうど2人が一緒にいたから。ツアー中だったかな、ツアー前かな、ツアー中かな、まあそんぐらいで確か違ったかな分かんないけど、まあ、2人に相談したんですよ。でアンナだったらこうじゃないとかいうのを言ってもらって、それを指原さんにも伝えたりしてとかでしたね。やっぱその私の2000日の曲だったり今までを見てきてくださってるのは指原さんしかいないからね。で私もね、でもこうどの目線がいいとかなんかあまりちょっと分かんなくて、でも指原さんの歌詞はもう神だっていうあの確信があったから、本当にもうでもお任せしますって最後言っちゃいました。お任せしますって言っちゃって、そう間違いないっていうあれがあるから、そう。でも青と黄色って入れてくださいなんて私は言ってないんですよ、指原さんが入れてくださって、そう最初曲をもらった時にあのね最初メロディーだけ来たんですよ。メロディー初めてかな、それは。でも歌詞が入ってない曲をイコラブでいただいたの多分初めてかもしれない。そうでその時はマイカとキアラといたの。だから初めてメンバーにメロディーを聴かせたのはマイカとキアラでした。キアマイといたので3人で、で「あ今来た」って言って、アンが最初に1人で聴いて、でその後キアマイに
キャマイが聞くって言ったからキャマイに聞いてもらいました。レストランでイヤホンでレストランでキャマイが聞いてくれて、そしたらもう2人がもうめっちゃ大絶賛してくれて、まだ歌詞も入ってない状態の本当にそれこそ塚田さんのメロディーだけだけどめっちゃいいよみたいな。なんかね2人はねそのメロディーとか聞いてすごいなんかアンナの声にぴったりだよみたいな、結構アニメっぽい感じもにも聞こえるしみたいな、なんかラブライブ好きじゃないですか2人って、ラブライブさんそうなんかっていうなんかアニメっぽさも感じるから、すごいなんかアンナっぽくていいって2人がすごい言ってくれてて、そうみんなもやっぱ思ったんだそうそうでしたね。でその後歌詞いただいて、で歌詞と曲の時は歌詞が来た時はもうマイカと2人でいたので、マイカと同時に見ました。私一人で緊張しちゃうからって一緒にいてって言って一緒にいてもらってでしたねそう全部仮定してるんですよ全部仮定をしてます。本当に結構キアラも知ってるキアラもね結構いるよ。その後なんか衣装を決めるってなった時もディズニーに行ってた時だったんですよやばい全部時系列バレてるわでもディズニー行った日とか行ってないから、まあ、バレてないから大丈夫なんだけど、まあ、別にバレててもいいんだけど、そうあでもその歌詞が来た時にマイカはその青と黄色っていう部分とかでも私はもちろん感動してたんですけど、なんか小さい君の大きな努力、小さい君だっていいねって言ってたマイカちゃんが、マイカちゃんが小さい君の大きな努力どうか全てそうで衣装はそう本当にすごくて、デザイン画が本当にねもうすごいびっくりしたの、あの20枚くらい20何枚かなぐらい確かデザイン画が来たんですよ。でえみたいな、そうもうびっくりしてマジでびっくりじゃないですか。そうその水色ピンク系のデザインの絵が20種類くらい来たんですよ。えと思って、その前にその衣装さんとどういう衣装にしたいかっていうのを打ち合わせをさせていただいてて、そうめっちゃ細かくなんか、まあ、過去の衣装とかももちろん見ながら、うん、スカートはこの形が好きです、襟はこの形が好きです、色味はこの形が好きです、この、うん、色味だから形じゃない、なんか色が好きですとか、なんかてか初めてこんななんか衣装を自分でこうやりたいとか言ったのはもちろん初めてだし、そうっていう感じでなんか本当にいろんなことを言ったの。そうなんかイメージ一番こう大きなイメージは笑顔のレシピの衣装バージョンっていうのが大きなコンセプトでは自分の中であった。でもそれは衣装さんも一緒に提案してくださって一緒に考えてくださったんですけど、そうっていうのが一番のもちろんテーマではあったけど、なんか自分の骨格はこれが似合わないからここは隠したい、ここは出してもいい、ここはなんかなんだろうお任せしますとかいろいろ言いながらあの衣装さんと話して、 MV 中の私服はどういうのがいいって言ってたんかな、でもなんか多分あんな襟があってとかリボンがあってとかが好きだったり、多分黄色を入れてくださったりとかそうして決まりました。でもそれはもうほんと当日私服風というか私服の方の衣装は当日に見たので全然フィッティングとかはしてないんですけど、好みバレてた、うんバレてたね、あのもうザ王道が好きだねって、まあ、あんちゃんそういうのが好きだよねってバレてましたバレてました。
うん、私なんかアンナがさあそこまでザ・アイドルにさなんかこう寄った衣装っていうあそこまで多分キュートでキュートな感じで来るとみんな思ってなかったと思うんですよ。私もめっちゃ迷ったの。でもそのきっと自分でここまで衣装をオーダーして作ってもらえるのって本当に最初で最後だなって思ったから、じゃあこう似合うとかじゃなくて似合う似合わないっていうより本当に自分が着たいとかいう衣装を着てもいいんじゃないかなって思って、で普段あんまりじゃあアイドルみたいなことがを素直にできない自分だからこそ衣装くらいはこうファンの方にアイドルらしい姿をお見せしたいなって思ったし、なんだろうアイドルこう楽曲のイメージ的にもそのなんだろう恋愛の曲とかではないじゃないですか。本当にこう夢に対してだったりね、テレビに映ったとかさ、なんかそういう本当に王道なアイドルの曲だからこそアイドルの自分になってもいいかなって思って決めました。だから本当にイコラブの中でも結構ザ・アイドル衣装のトップ上の方に入るレベルに結構可愛い系が完成して、もう自分でもちょっとあの初めてフィッティングで見た瞬間待って大丈夫私って思ったんですよ。えあんな似合うみたいな、えみたいな。そうだからもう私はずっとなんかもうなんかなぎさにこれ着させたいとかずっと叫んでた。そう本当にっていうぐらいの衣装だったんですけど本当にね。っていうまあ衣装で、でなんかリボンの形とかも自分で決めて、そうなんかベルトの色とかも何種類か持ってきてくださってて、こう合わせて決めてとか、靴とかも何個かあって選ばせていただいてとか、もうたくさん選ばせていただきました。そうでもなんか全部可愛いからなんかもうどうしようみたいな、優柔不断だから私はちょっとね大変でした、大変でした。でもあのねこの衣装のフリル、スカートのフリルをねやるのはね、あれはねしかもなんかこう一手間かかってるっぽくて、そうこれを何個もってのがねやっぱ大変って、大変なんだよ。だからそうきっと一着だからこそなんかここまでの、ね、あれを時間がやっぱかけていただけるじゃないですか。もちろんさすがにね、それをじゃあね10着20着作るのと1着作るのはまあもちろんそれは違うから、その1着にすごく愛を込めて作ってくださって、本当になんかフリルが上がってこない、こうねフリルって下にこう向いてるじゃん、それがこう上がってこないようにとかもたくさん考えてくださって、そう本当に世界で本当に一着しかない衣装になりました。だからもう衣装さんにあのこれいつかあの絶対に買い取らせてくださいってずっと言ってました。こうなんかお花のスタッツみたいなのついてるのも一個一個ねつけてくださって、なんかアンナが多分キラキラが好きって言ったの。まずさなんか小学生の言葉みたいな、キラキラが、なんかアンナはキラキラが好きです、何歳みたいな、25歳がキラキラが好きですじゃないよって感じじゃないですか本当にさ。なのに私が多分こういうキラキラが好き、キラキラしてるのが好きみたいな言ったからつけてくださったもん。本当にやれやれな女だよね私。本当にさしっかりしてよ。うんそうで、でもなんか髪のボンネって言うんですけどはなんかボンネってことは決めてたんだけど、どういうのにしたいってもうたくさんねこういろいろ歴代の衣装のやつとか見せてくださって、
こう雰囲気を見せてくださったんですけど、なんかアンナがここ結構ここが可愛い系、もうザ可愛いだからちょっとここは大人っぽくしますとかって言ったの大人っぽくしますにもさ幅広いじゃん、そんなさ大まかに言うなって感じじゃん。ボンネって言うんですよ、カチューシャとかさピンとかあるじゃん、あれボンネって言うんですよ、ああいう飾りのこと分かんないこの界隈では。そうなのにアナはんーなんかおなんかうーんちょっとここはなんか大人っぽく顔周りだからここはしとこうかなとか言っただけであれあの完成度すごすぎん、あの完成度もう見た瞬間かわいいみたいな、なんかかわいさもありつつでもなんかこうかわいいに寄りすぎてない感じと絶妙なバランスすぎて、なんか私の大人っぽくっていう謎の発言からこれを作ってくださるのかと思って感動しますよね本当に感動したんですよ本当に本当に、可愛いんです可愛いんです。っていう衣装の話です。可愛いでしょ。っていう熱弁、私いつも衣装についてめっちゃ熱弁してるよね。熱弁です。そうね、そうもうね衣装さんたちは私たちの好みを分かってくださってる、だから私服の衣装とかも好みを分かってくださってるから、イメージとか。そうちょっと今はあの歴代好きな衣装はちょっと1位になりましたね、さすがに自分の中で。もちろんもちろん1位でございます。さすがに1位でございます。うん、これでいや3位かなとか言ったら逆にびっくりしちゃうよね。すいませんがこれは全表題を自分の中で超えさせていただきました。お父さんも衣装なのかな。ちゃいますわ。ちゃいますね。でもレシピはその衣装っていうなんか私服衣装だからなんかあんまりさその衣装を選ぶってなった時にそのなんだ好きな衣装は何ですかって聞かれた時は大体作りの衣装をねみんな言うから2位なんだろうってなるよね。そうだったで今はずっと1位結構ウォンチューとか言ってたからやっぱウォンチューねまだ上位にいます。でもさもうさ自分の今回のソロの曲の衣装もさウォンチューもさまあ系統ちょっとさアンナがそっち系が好きだってさめっちゃバレバレですよね。好きな系統2つ言っただけでバレるっていうねでしたっていう話があって衣装が終わって、あそうでも衣装はそれこそディズニーの待ち時間にあのアトラクション並んでる待ち時間にねあのキアラと花とマイカと4人でいる時にもう3人にずっと相談して3人もずっとあの考えてくれてディズニーでマジ何してるんよね。ディズニーの本当に待ち時間であのいやこれはアンナは絶対この骨格じゃないよね、こっちの骨格のが似合うよねとか、アンナはこれじゃないでもこれは誰々っぽいよねとか、わーどうするとかって言ってでね結局ねなんかいいなんかあでもこれはこっちここが好きだなっていうのでちょっと組み合わせたりさせてもらって、そう最終的に自分で決めたんですけど、あの3人がすごい一緒に悩んでくれてめっちゃ悩んでくれて何枚かまで絞ってあのやりました。待ち時間の有効活用しました。だから3人はもう衣装を知ってましたその時に。です
で MV かな。次は MV はなんか広島でも撮ろうかなみたいなのはちょっとあって、他にもねもちろんやりたいこととかまあちょくちょく考えてはいたけど、まあできる範囲で叶えられる範囲でっていう形でやっていただいて、そうで広島で撮るってなって、だからとりあえずもう片っ端から広島で撮れそうなことを書き出してスタッフさんに送って、それをスタッフさんが整理してくださって、で監督さんもつみさんが、つみさんがいいって言われて、はいつみさんにお願いしたいですってなって言って、私もつみさんにお願いしました。つみさんはねたくさんあるよ、これイラついとかもそうだし、ボイスとかもだし、シュキピとかの何峯岸さんが監督でそのさったりとかもしてて、なんかあれっていうよりか本当初期の頃コラボ結成してすぐからつみさんは結構そばにいてくださって、があるから、そうつみさんにお願いしました。そうでもね今までやっていただいたイコラの方全員マジで良いすぎるものばっかりだから、どの監督さんでももう全然ねきっといいものを作ってくださるんだよ。そうだからまあそう、あと渚の現役アイドル中とかもねつみさんだったりしますねではみんながすごく知ってるお名前の方ばかりのなんじゃないかなと思います。お好み焼き焼いたよ焼きました。で MV だよね。 MVもういくつか候補その出した中で撮れそうな場所でアポ取ってくださったり準備してくださって、そうまあさなんか普段の MV とまあまた違うというかさね形だから、もうどんな MV になるんだろうって思ったし、なんかエキストラさんがいっぱいいるのかと思いきや、まあ、全部エキストラではないという、一人だけ唯一エキストラさんで来てくださった少年、野球少年めっちゃ可愛かったの、野球少年、そうあの子はエキストラさんで来てくれたんだけど、めっちゃ可愛かったあの子めっちゃいい子でめっちゃ可愛かったんです。あの子はちょっと違いましたね。それ以外はマジで身内だったりなんかね本当にびっくりだよね。こんなにさ MV にさ自分の知り合いとかをさ出す子いる？なかなかないよね。そうね、いやワンちゃんだけマジ人が足りんかったら親戚を連れてくる予定だったわなんですけど、ね急、そうもう本当になんか MV も結構ギリギリまで打ち合わせとかしてもう迷ってどうなるかっていう感じで、なんか本当に3日4日前に決定して、でしかもでも友達が何人来れるかによってそのシーンが撮れるか撮れないかっていうのもやっぱ変わるから、じゃあ一旦声かけてみようってなって、まあ4人ぐらい来れたらいいよねみたいなスタッフさんたちと話してて、なんか4人ぐらい呼べたらいいかなと思って、まあとりあえずね、だってさ平日よ、平日やしさみんなお仕事しとるしさね、あけんとりあえずたくさん連絡を
したんですよね。そう、たくさん連絡をしたら、なんか思った以上に「え、楽しそう、行く行く」みたいな「え、MV」みたいな「何それ、いいよ」みたいなマジでふっかるすぎてみんながそう、びっくりして、そうで、なんか思った以上に集まってくれて、そう、まあでも多い分にはね、もちろんね、ありがたいから、すぐなんかもうスタッフさんたちもそんな集まると思ってなかったから、めっちゃ集まったねみたいな私もびっくりしてて、そう、なんかね、プチ同窓会が行われてて、そうそう、友達のシーンはで、結構、まあ、夜に撮ったんですけど、まあ、そのお好み焼き屋さん、ソリアさんっていう、もうみんな特定早かったよねあのお好み焼き屋さん、広島のすごく街中にあるんですけど、そこを貸し切りにさせていただいて、あの撮影させていただいたんですけど、普通にね、なんかスタッフさんたちと夜ご飯をちょっと先に食べてたの。そう、なんかもう夜だったから、もうスタッフさんの夜ご飯そこって決まってたから、みんなでね、アンナも食べたいものを食べてたのね。 そしたらどんどん友達がやってきて、なんかめっちゃおもろくて、やっはーみたいなそうで、なんかもうプチ同窓会が始まっとって、なんかアンナもまあなんかご飯食べつつちょっと参加してみたいな感じでやってて、もう本当にでも結構久しぶりに会った子、会った同士とかも多くて、そう、なんか全員クラスが同じだったわけじゃなくて、高1も一緒だった子もいるし、まあ、高2高3の方が多いかな、のなんか一緒だった子たちを集めてて、まあでも同じ学校だから知り合いではもちろんいるけどみたいないう感じそうで来てくれて、そうマジで同窓会してました。あのがっつり顔写っててマジでおもろいし、でそれを見たその学校の子とか知り合いの子からマジウケるって LINE がたくさん来るっていう本当になんかやばいのが、あの私がお好み焼きをね本当に作ってたんですよ。結構ちゃんと生地をもうこうぐるぐるしてキャベツやってとかも全部結構あんがやったり、でもそれはお店の方に教えていただきながらやったんですけど、そう、もうすっごいねコールをしてくるんですよ。なんかすごいね、なんか思いつくらしくて、なんか私がもやしをねこう置くときにはもや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 しっていう謎のコールを、なんか私がもやしを置いてる間ずっとしてるんですよ。とかなんか天かすは天かすの歌みたいな、本当にもうノリノリでお好み焼きが作られていって、そう、もうね声聞いたら本当にやばいよ。しかもなんかスタッフさんもさ、やっぱ最後ほんまに一番その日の最後の撮影だったっけ、結構さ絶対疲れてるやん。なのにもう友達のテンションが高すぎて、もうスタッフさんついていくのに多分必死やった。逆にそう、もや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 しみたいな、びっくりしちゃう私がそれをやってって言ったわけじゃないから、なんかどうやってそうなったのか分かんないんですけど、あとなんか私がお肉を乗せるときにはお肉のことなら中山中山みたいな、美味しいお肉だもんっていう、なんかローカルな CM があるんですけど、多分ローカル CM で、これはでも普通に広島県民はみんな知ってるみたいな CM があって、それをお肉の時には歌うとか、もう本当になんかもう何みたいな、お酒飲んできたみたいな、みんな誰もお酒飲んでないけど、そうなんかもうすっごいテンションが面白くて、なんかもう本当に面白かった。一番なんかおもろいというか可愛かったのが、なんかお疲れ様でした、終了です、オールアップですってスタッフさんが言った、ありがとうございましたって言ってたら、友達がえ、オールアップかっけーみたいなあ、オールアップだってみたいな、イエイ、もう一回言ってくださいとか言って、スタッフさんにもう一回なんかオールアップですを言わせてんの、もうマジでやめてみたいな、本当に恥ずかしくてもう恥ずかしいからみたいな、本当にもう一回オールアップ言わせる人どこにおんねんみたいな、もう本当にねめっちゃおもろかったんです。もうやばかった、オールアップもう一回言わせる人いないから
本当にで、イエーイって盛り上がってて、宇宙写真撮ろうみたいな、もうさ、なんかアナもめっちゃ疲れてるはずなのに、なんかもうね、なんかもうなんか必死やったよね、私が。すごい、本当にすごかったです、面白かった。本当になんかやばい人たちだった。なんかみんなカメラ回ったらかしこまっちゃうんでしょみたいな、私が最初言ってたのね。来てくれた時は賑やかだったけど、カメラ回ったらなんかあの猫かぶるやろって言ってて、全然猫かぶるって言葉を知らなかった、あの子たちは。でもそのおかげで私もたくさん笑顔になれたし、なんか素の表情が出たし、なんか本当に友達に感謝しかないです。こうやって言ってきましたけど、でも私の表情を全部引き出してくれて、やりやすい撮影に逆にしてくれたのは友達だから、雰囲気をすごくなんかこう作ろうと思ってっていうか、もう本当に自然に作ってくれて、私もなんか楽しく最後乗り切れたし、なんか疲れを忘れちゃうくらい盛り上げてくれて、なんか自然な私の笑顔を引き出してくれたのはもう友達だから、本当に感謝してるし、ありがとうっていうね気持ちでいっぱいです。で、終わった後もなんかありがとねって、うん、そのグループ LINE で言ったら、もうみんなもめっちゃなんかいい経験だったよみたいな、めっちゃいい経験させてくれてありがとうみたいな。そう、マジいい友達すぎて、なんかすごいありがたいなって、感謝でしたね。なんか最後お見送り、そのお店でも解散したんですけど、その私はまだお店にいて、友達にお見送りしてたの、ありがとねって、もう何十回も、もっとずっと振り返ってバイバーイってちょっとやってくれて、可愛いなって思って、そう、本当に面白い、もう本当にね。ってか、でもイコラブのメンバーがこれ見たらなんかちょっとなんか大丈夫って絶対になるよ、数人は。絶対になんかってなるよ、本当に絶対なるよね。ついて、あのノリについていけるメンバーは誰だろうって思ったね。まさに地元でした、本当に面白かった、本当に面白かった。だから本当は喉さ、できれば使いたくなかったのに、使っちゃった。本当に面白かったですね、最高でした。最高に面白かったです。っていう、それが友達シーンでしょ。あとはなんだろうね、モカ、なんかモカはなんかお父さんはもともと出る予定じゃなかったんですよ、別に。ただモカを連れてきてもらってただけで、なんですけど、なんかつながり的になんかモカ誰かが連れてこないとおかしいよねってなって、なんか監督が、ずみさんが、お父さんちょっと出演してもらってもいいですかって言って、まあ、パパ、顔モザイクするんでって言っていいですよってパパも言って、結局パパが連れてくることになって、そうで、なんか撮影しまして、急遽なんか急遽なんですよね、あれ。パパが出たのも、パパ出る予定で来てないから、服装とかもさ、別にさ、なんか普段通りで来てるしさ、面白いよね。つみさんの丸乳っていうの、絶対もう遊び心ね入ってて面白すぎた。なんかでもめっちゃ裏話やけど、これはその MV 見る前に、前日ぐらいに、なんかこここれで大丈夫みたいな感じでマネージャーさんからスクショが送られてきたのが、モカのモカがそのカタカナで多分文字が合ってるかっていう確認と、丸乳のところが送られてきて、そう、なんかこれ出しても OK みたいな
そこの確認と思ってめっちゃおもろかった。その2つだけのスクショが私来たんですよ事前に。おもろみたいな。どこの確認やねんみたいな。ご丁寧にねって確認が来ましたよ。チェックしました。あ、だから大丈夫ですって言って。面白かったそれが。確認の内容まさかの。そこモカの服はなんかカープの服は持ってなくて、もともとウサギにウサギを着させようとあんは思ってたんですけど、なんかその撮影のちょっと前にあのお母さんとお父さんから電話、テレビ電話が来て、なんか今モカの服買いに来てるんだけどこれはどうみたいな。カープの服を見せられて、あ、いいんじゃないって言って、あのモカの衣装です。あれは買いました。新しく新調いたしました。はい、撮影のために購入されたものでございます。はい、あれは衣装です。フィッティング済み。ティング済みの衣装です。カープにしました。だし、まあカープ普通に可愛いから普段使いもできるねってなって、そうカープにしました。そうそう新衣装。え、モカちゃん撮影するの大変だったよ。でも大変だったよ、言うこと聞かんくて。なかなか、あのね、モカはパパが好きだからパパにめっちゃ言っちゃうのね。そう、もうパパを追いかけちゃうの。そうで、モカってもともと人が全然好きじゃなくて、家の中だったら全然ね、なんか来てくれるんだけど、外に出たら本当になんか人に行かないんですよ。家の中の方が来てくれるんだけど、だからもう全然外だからさ、もう私っていう認識も全然多分してくれないし、そう本当に大変で、もう私が餌を隠し持ってモカモカモカってやってて、まあモカもね、もうおばあちゃんだから、まあ、目とかも、まあ、見えてはいるんだけど、まあ、もうちょっとはね、やっぱり視力とかも落ちてたり、耳とかもちょっとは落ちてたりするから、どうしてもおばあちゃんだからね、ああ見えて。そうだから、まあちょっとモカにもさ、まあ、あんまりねこう負担かけないように、でもあのやっぱ可愛い子は写ってほしいから、さすがにもう念願のモカとの MV だったから、もうすごい一生懸命モカー、もう、めっちゃ声出してモカーモカーって。そう耳がちょっと遠いからモカーモカーって言って、頑張って餌でこう釣って、うーんってこうやって、餌だよって、餌だよって、もう餌だよりでした。花だよりじゃなくて餌だよりでした。うまいこと言ってみた。必死でしたよ本当に。なんかもう自分の顔なんてどうでもいいと思いましたもん。もう本当になんかモカをもういかに可愛く映すかっていうのに必死で、私はもうモカをこうやってもう餌で釣ることに必死でした。だからあのパパの位置を移動させることに必死で、目線がパパに行くから、あのパパカメラのこっち側に来てみたいな、もうみんなでパパを誘導して、そうパパを誘導して頑張りました。そうパパ大好きなんですよ。そうパパを必死に誘導してモカの目線を作りました。マジスタジオアリス状態でした。そう面白かった。でも念願の、本当にもう念願なんですモカと MV 撮ること、本当に嬉しかった。さすがにさ東京でさモカとの MV は絶対に撮れないからね、もう私が行くしかないで、広島で MV 撮ることなんてさね、そんなめったにないじゃないですか。だからさ嬉しかったね、本当に夢が一個叶いました。叶いました。MV のおすすめポイントの3分台とかなんて言ってるの、ただいまかな。
でした。広島早く行きたくなった。嬉しい、嬉しいです、嬉しいです。行かなきゃって嬉しい。そう、なんか広島にね行きたいと思ってくださる方がたくさんいて、それが嬉しかった、嬉しかった。みんないつかライブで行こうね、行こうね。あとは、あとは何のシーン、アクターズスクールのシーンとか。アクターズスクールはあの、まあ、昨日もね結構説明はしたんですけど、10年間私が通った歌とダンスのスクールで、あのスタジオでずっとレッスンをしていまして、でビデオを撮ってくださってた先生もずっとお世話になってた先生で、そう、でも生徒さんはほとんどの子は初めてお会いした子ばっかりでね、後輩ちゃんでも私が卒業してから入ってる子なので、そうなんですよ。めちゃくちゃ可愛くて、なんかすごい、なんだろう、あ、頑張らなきゃなってさ、なんかああいう表情を見るとさ思うよね。なんか少しでも、なんかいい姿を見せてこう憧れてもらえるような、なんか将来のなんだろうね、刺激にじゃないけど、将来こうなりたいとか夢を持ってもらえるような人になりたいなって改めて思わせてもらった気がしますね。でも本当にいつ行っても温かく迎えてくださって、そのアクターズはマジで青春なんですよ、本当に青春で、もう学生時代を、まあ、学校ももちろん楽しかったけど、本当に学校と同じレベルで学校みたいな感じだったんですよ。そうだから、なんかもう今でもそのスクール時代の子たちとめっちゃ仲いいし、今でも遊ぶし、まあ、今回の MV 出た時もたくさんみんな LINE くれて、なんか知ってる場所がしかも友達はみんな写ってるから、なんか懐かしい気持ちになって、なんかもうやばいみたいな、なんか明日から頑張ろうって思ったとか、なんか落ち込んでたんだけど、なんかアンナの MV 見てめっちゃ元気出たんだけどとか、めっちゃ LINE くれたりとかして、本当に嬉しくて、なんかこう大人になってもおばあちゃんになってもなんか同じその時の小学生とかから知ってるから、お互いなんかね、なんかねこう思い出の青春の、自分がアイドルイコラブでいることもそこのスクールに通ってたからで、多分そのアクターズに通ってなかったらアイドルになりたいって思ってなかったんですよ。むしろなんか可愛いことするのとか可愛い曲とかやるのとか好きじゃなかったし、フリフリの衣装とか着るのも好きじゃなかったし、ザ・ダンサーみたいな方が好きだったから最初は。でもスクールに入ってアイドルの良さを知ってアイドルになりたいって思ったから、なんか自分がイコラブにいるのもそのスクールのおかげでもあるから、なんか一生一生大事な居場所でもあるんですよ。そうだから、そこにああいう形で行けたことはすごく嬉しいし、いつまでも温かくこうおかえりって迎えてくださる先生方とか事務局の方がたくさんいてくださって幸せだなって思いますね。そう、 YouTube に めっちゃ載ってるんだよウケる、昔の過去の映像が。そうでも私を見つけられないよ、きっとみんな子供のアンナだから、子供のアンナだ。でしたイコラブのね曲もね結構カバーして歌ってくださってたりして、そうなんかね、私のね写真、さっきなんかリツイート私がした写真、私の左隣だったかな、なんか一番ちっちゃい子、そう、あの子が現役アイドル中をカバーしてたので、衣装もなんかすごいなんだ系統そっち系の衣装を着てなんかカバーしてて、めっちゃそれが可愛くて、めっちゃ可愛くて、そう
愛かった。みんな好きになっちゃうよ。まあもうあんなちっちゃい子4年生って言ってたかな、確か小4とか言ってた気がする。でもね、なんかちっちゃいちっちゃいねって言ってたけど、なんか先生たちは多分あんたもこんくらいだったよっていう感じだったと思う。私もあんな感じだっただと思う。ああいうなんか多分あのちっちゃいんかな、自分でも分からんけど、そう、あれ4年生ぐらいって言ってた気がする。違うかな、分かんないけど、もうめっちゃなんか赤ちゃんだった。赤ちゃんで可愛くて、そう、みんな可愛かった、みんな可愛かった。でも現役アイドル中をやってたから覚えてる。可愛かったっていうのを覚えてて。でもイコラブの曲さ、すごい知ってくれてて、なんかそのイコラブで知ってる曲あるとか好きな曲あるみたいな話を聞いたら、スタートとか スタートみたいな表題来ると思ったんよ、さすがに。そしたらね、カップリングの、しかもファーストのカップリングのスタートって来てびっくりした あ、スタートって 言っちゃった、さすがに 最初にそれ出てくると思ってさ、そう、青春サブリミナルとか、まあ、シュキピーとか最近のだったらわかるけど、スタートって言われた時はさすがにさ、私もスタートって聞き返しちゃった そう、スクールで踊ってくれたんかな、これなんか振りも覚えてくれてた、スタートの。可愛かったです。可愛かった、みんな可愛かったです。あの中から未来のね、アイドルちゃんが、未来のアイドルちゃんが誕生するかもしれない 私がサインもらっとかなきゃ あの子たちから。いや、そう、スタートはもちろん名曲だし、結構私の好きなランキングに入るんだけど、でもさ、まさかそこでスタート出てくると思わないよね。でしたね。スタートの振り付けかわいい、本当に。めっちゃ好き。みんなもね、覚えやすいしね。みんなで踊れる感じもあるし、かわいい、キャッチーで。でもさ、スクール生本当にさ、なんかああいう感じだけどさ、もう歌ったり踊ったりしたらさ、めっちゃうまいんですよ めっちゃうまいからさ、私がなんかをアドバイスするとかおこがましすぎて おこがましすぎる、本当に。うまいから 歌もダンスも超うまいから、おこがましいです、私が言うのは。あと何のシーンがあったというか、でもなんか海とか開放感があって楽しかった。朝一で海行ったんですけど、超楽しかった。なんか撮影してる時、フリーに動く時とか、なんかもう私は自由だみたいな 感じで、なんか本当に自由に動いてて楽しかった。カメラマンさんも面白かった、優しくて楽しかった。楽しかったですね。電車、そうね、電車、路面電車を貸し切りでね、使わせていただいて、そう、あれ一番最初に撮ったかも、あのシーンが、初撮影が路面電車でしたね。くまちゃんと、そう、レシピの時にもご登場くまちゃんしてて、今回もお二人、くまちゃんお二人、お二人2匹
2匹クマって何で数えるんだろう。2体2匹2頭2頭か、わかんない、2頭かな、2頭。そうでもレシピとはちょっとお顔が違ったり色も違うけど、そう、クマちゃんたちがいました。青と黄色のペンラカラーの。だからさ、撮影にあの子たちがいるからめっちゃ目立つんだよ。アリスガーデンでもさ、あのクマがいるからさ、子供が寄ってきてさ、面白かった子供が握手しに来るの、めっちゃ可愛くない？もうそういうショーをやってる人たちになってたよね、完全に。普通になんか、だからテーマパークのクマちゃんとなんかその歌のお姉さんみたいな私がなってた。そう、多分風船配ってる。あ、確かにサンチェとフレッチェがそこにいたらエモすぎる。そう、本当はね、サンフレッチェも行きたかったんだけどね。クマちゃん電車の中で踊ったの初めてそれはそう電車の中でむしろ踊ったことがある経験があった方が怖いわそれはそうなんよね。電車の中で踊ったの初めて。初めて。そう、中がさ、アンナ山本イコールラブになってて嬉しかった。電車の外から見られたよ。だから普通にね、電車も街中を走ったのね。そうで、なんか普通にさ、電車さ、何待ってるじゃん、駅で待ってる方とかいるじゃん。でもなんか熊乗ってるみたいな、なんか子供とかがめっちゃ手振ってて、なんかもう中から手振ったりしてた。そう、ずっと今びっくりしてた、町の人たちが、え、電車にクマ乗ってるってびっくりしてましたよ、本当に。みんな二度見してた、二度見どころじゃない、三度見してた本当に。私には多分あんま興味なさそうやった、クマに興味がありそうだったみんななんか、なんか衣装着た女の子乗ってるよっていうよりもクマだった。みんなクマに必死でしたよあとはね、広島の本通りとかをね歩いたり、本通りもね人ねたくさんいてね、恥ずかしかったけどね、もう恥ずかしいっていう気持ちをゼロにしてね撮りました。なんか商店街みたいなところ、それあれもね結構もう結構長いんですよ。結構長い商店街なんですけど、普通に全部歩いた撮影しながら。その時ずっとふざけてた、うわー、あんなとこにラウンドワンがあるとか、え、あそこは靴下屋さんだ、見て見てマックとか言ってた全部東京にあるやろっていうのをわざとあのやってました、遊んでたずっと遊んでた、遊びながらやってた
楽しかったよ。でもさ、アンナがいた頃とさ、なんか場所が変わってるのとかもね、結構あるから、それも楽しかった。楽しかったよ、めっちゃ。あと何かありますか？伝えたかったのは本当にみんなのコメントが優しい、ありがとうっていうこと。本当に ダンスは悩んだ、めっちゃ悩んで、感想とかもすっごい悩んで、そうね、迷った。なんかね、ソロの振り作るのって結構難しいなって思った。なんか、いや、瞳のをやらせてもらった時からもうそれはね言ってたと思うけど、やっぱソロってさ、構成とかがない分、あとずっとその子が歌ってるから、なんか踊りすぎれないしっていうバランスがね結構難しくて、めっちゃなんかね考えられない、ダンスって考えられない日マジで一個も考えられないんですよね。だからもうそういう時諦める。でもなんか諦めたかったけど諦める時間もなかったからなんかもうね諦めちゃダメだってなっててね、そうなんか諦めそうになった日もあったそうなんかもう無理な日は本当に思い浮かばないから、なんかやってても意味ないって分かってるんだけど、でもなんかもう時間がない時はもうそこで自分が負けたら終わりだから、必死でした。インスピレーション、そう、インスピレーションね、大事。なんかかっこいいように言ってるかもしれないけど、マジで大事。大事なんですよ。でもやっぱソロの曲とか、こういう曲調だとね、上に手をこうバンって上げたりとかが映えるんですよね、映像的にも。とかかな。そういう振りがちょっと多くなっちゃう。でも私がじゃあいつか本当にこうファンの方の前でパフォーマンス、この曲をするってなった時に、それをこの振り付けをねどこまでやるかって考えたら、まあ多分そんながっつり踊れないからね、マジで MV 用って感じでしたね。だった。マシンガントークしてた。1時間半マシンガントークしてた。ちょうど10時やん。
皆さんいっぱいいっぱい聞いてみてくださいね。800回再生した？800回再生した？800回とは言わず1000回、1001回、2回、3回いっぱい、はい、いっぱい聞いてください。絶対にアンナのメッセージ動画、壁紙もサインのやつもゲットしてください。2回聞いた？そこは嘘でもね、100回聞いたって言うんだよ嘘でもね、1回聞いたよじゃないんだよ、1回2回聞いたよじゃないんだよ、100回聞いたよって言うの、嘘でもいいから。ガチで今日ずっと聞いてるって、ありがとう。でもアンナも本当に自分で聞くのはなんかちょっと照れくさいけど、本当に MV とかも見るのちょっと照れくさい部分は正直あるけど、でもすごくやっぱさ、一生残るものじゃないですか。それをさ、こんな素敵に作っていただけて本当に嬉しいし、なんかね、なんか親孝行にもきっと少しなったかなって思うと嬉しいし、うん、なんか感謝素敵な楽曲、衣装、MV をいただけて感謝です。5万7000いってる。ショールーム始めてから2000くらい増えた。やわれながらなんかいい MV って自分で思えたいいよね、思ってもすごいお気に入りの MV になりました。珍しい、自分でこんなこと言うの。ありがたわーです。なんか自分に自信をつけさせてくれるのはもちろん自分の努力もそうだし、自分がね、なんかもう自信あるって言えるほどの努力をすることが自分の自信つけるすごく近道なのかもしれないけど、すごくファンの方が自信をつけさせてくれているような気がしました。本当に改めて今回、昨日公開してから、イコタイムの MC、 あ、ね、急にちょっとね、昨日急遽すごい発表しちゃって、びっくりだよねそうなんです。まあ、今月いっぱいなんですけど、来月からリニューアルするってなって、そうで、私が MC として残って、まあ、イコラブの他のメンバーももちろん出るしっていう形でちょっと進めていくっていうことになったので、はいです。ちょっとまだそれ以外の詳細は追ってなんですけど、私は毎回いるという、そうです、そういうことです、そういうことですね。また情報は後に解禁です私もちょっとまだ全部は把握しきれてないから、ちょっと変なこと言えない
そうなんですよ。毎日アイドルから私は毎週アイドルに変わるみたいです。こんな週一なのかな。多分ね。まあエコタイムもさ、スケジュール的にちょっとできない時とかもあるじゃん。だからなんか毎月月に何回やるってのはないんじゃないかな。多分。まあ今自分で毎週アイドルとか言ったけど、まあない週もあると思う。もうその番組自体がお休みになっちゃうっていうのはあると思うけどって感じかな。そう、他のね、まあ、ちょっとお仕事とか歌番組とか例えばね、かぶったりとかしたらお休みになるだろうし、ちょっとそれはまだ時と場合によりという形ですね。キアラになんでアンナちゃんって打ったのって今日聞いたら、なんか真面目に打とうって思、なんか MV だったから真面目に打とうって思ってって。なんか自分でもすごい違和感だったみたいな、ファンの人にもめっちゃ言われたって面白かった。急にと思ってそれだけが引っかかったわ。さっき話してたでしょ、今日言った。キアちゃん配信してるよって。ねえ、キアラが10時以降も配信できる年齢になっちゃったよ。年齢？でもさ、まださ3月中だけどできるんだね。アンコロに戻して。アンコロだよ、今日もアンコロって呼んでたから大丈夫。自分でもね違和感らしい。バグってんの？バグってんの大丈夫そう？やばくない？ってか、もう今はまだあと数日間をさ、キアラが高校生だけどさ、もうさ4月になった瞬間からさ、イコラブさ学生いなくなっちゃうんだ。やばいね。やばくない？キアラが社会人なんだって。恐ろしい、恐ろしいんですけど。イコラブ学生いるように見えますか？4月から。どうですか、全員が社会人だって思う？制服着ちゃう？でもさ、みんな黒髪に戻してストレートとかにしたらいけるやろ多分。制服も髪色の問題じゃない？多分全員黒髪ストレートに戻せば、私たちだってまだいけるから。まだいけるんだから。え、全然いけるっしょ。正直みんなもいけるよ多分。マジでね、髪色とね、なんか気合いよ。いけるよ。エサな舞台、確かに全然可愛い、全然いけるよ、全然いけるっしょ。足がしびれた。今度はギャルだしね。この前さ、お話し会のさ会場でさ、サナがさ
自分の部屋でさ、なんか読んでるなってチラッとお部屋見えた時に思って、台本読んでてさ、すごいすごいって思ったすごいって思った。語彙力ないよね。頑張ってる、かっこいいなって思った。でもサナすごい楽しんでやってるから、見ててこっちも笑顔になっちゃう。あんこちゃん髪型冒険しないの？冒険してみたい。めっちゃ明るくするか、花とかみたいにか、ボブにするか、どっちかやってみたい。あの髪めっちゃ伸びたんよ最近、メンバーにもめっちゃ言われる、伸びたねって。抜けな、いつだっけな、最近のなんかの映像を見よるときにめっちゃ思った。あ、メイキングじゃん、メイキング、なんだ、どう考えても君ってイコラブのこと好きじゃんツアーのメイキングを見とるときに、髪がめっちゃ短くて髪色も全然違って、あれみたいな、あれこんな人やったんだ私ってなりました。ポイズン、ポイズン、ポイズンがあるから始まるやつ。やばい、眠くなってきちゃった。眠くなってきたら二重幅が広くなる。山本さんな、あるある、山本アンナあるある。だってみんながいっぱい優しいコメントを残してくれるから、3時間しか寝なかったんだもんみんなの優しいコメントのせいにする人、ははは。全部コメントを読んでたら遅くなりました。モーメントも、モーメントもさ、めっちゃみんなね、みんなね、でもモーメントはね、誰にも見られないからって結構熱量があるコメントしてくれるの。私にしか見られないから分かってるじゃん、みんなそれを。だからモーメントのコメントは結構長文で、あの熱量高めの方が多いです。とっても嬉しい、とっても嬉しいです。いやいや、さらっと書いてくれるだけでも嬉しいよ、ありがとう。配信終わったら書きます、ありがとう。気づいたら長文になってる、嬉しい。メンバー、他のメンバーにも見えてないですよ、私にしか見えてません。真夜中に送っちゃった、大丈夫。振り返らなくていいよモーメント、自分で送ったコメント後で見たら恥ずかしいの、かわいいかわいい。今日はなんか自分の衣装のポイント、こだわったところとか好きなところを、あの画像で作ったのをツイッターにもインスタにも載せたので、ぜひ見てください。そして MV もアナのこの後ショールも終わった後も見てください。あとインスタやツイッター、 TikTok でいっぱい拡散してください、お願いします。トリガーと花だよりのミュージックビデオ見て、ハーフアップかな、トリガーどっちもハーフアップした。ハーフアップはマイカちゃんがハーフアップしなって言ったからした。マイカちゃんはいつもハーフアップ推しをしてくる、だからしました
どっちも巻き下ろしにしようと思ったけどハーフアップにした。足がしびれた。たくさんお手紙待ってるよ。マイカさん分かってらっしゃるって。さすがマイカちゃん。やばい、足がしびれた。いやもう動けない、逆に動けません。動けません。今日髪がもう爆発してる。あ、絶対に足ツンツンしないで。ツンツンしていいのはサナツンだけ。足がしびれた。やばい、ちょっと今動けません。左足、今何もしたくない。呼吸するので精一杯。よかった、落とし前りさが隣にいなくて。今なら倒せそう。弱いものをいじめるんではない。弱っているときにいじめてくるな。リサちゃん呼ばないで。きゃー、もうちょっとででもこの足のしびれは落ち着きます。もうちょっとで落ち着きます。よし、この体勢だと、あ、治りました、いけました。お風呂入らなきゃ、お風呂に入らなきゃいけないよ。お風呂に、いや今夜は寝るよ早く。だってすぐ寝れると思う今日は。マジでマジで眠すぎて今日は楽屋に入った瞬間に寝た。楽屋に入った瞬間寝たもんね今日。一旦寝たもんね。他のメンバーが髪の毛入ってる時に、ヘア入ってる時に寝た。マジで椅子2個並べて寝た。寝ました。
眠すぎた。あと寒かった、これ一枚で外歩いたら寒かったです。私あんまり楽屋で寝ないんですけど、今日は眠かったから寝た。え、今日寒かったよね。なんか最近雨多くない？そう、朝寒くて、なんか寒って思って、でもなんか家にさ帰る元気はないやん、もう。でさ、なんか気温見ればいい話なんだけど、気温見ない人だからさ、基本気温見ない。なんか言い踏んでるそんなこと言ってる場合じゃない。寝るとメンバーに写真撮られる。違う、写真いつもね、寝顔写真撮ってくるのはね、野口いおりさんですから。野口いおりさんはね、すぐ写真撮ってくるよ。あの人はね、あのね、メンバーの寝顔ね、いっちゃん持ってるよ、絶対に絶対に。あ、今日キアラのね面白い写真撮れたわ。そういえば元気が出るホルダーに入れないといけない、忘れてた、後で入れとこう。今日ね、キアラが本当になんか来た瞬間にめっちゃおもろかったの。なんかあの雨の湿気で眼鏡が超曇ってて、え、前見えてるみたいな状態で来て、めっちゃおもろかった。何？そう、それでもう帰ってきた瞬間爆笑して「ストップストップ！」ってみんなで言って写真撮ってた。え、そうで、ゆいちゃんの趣味だよ。ゆりちゃんはメンバーの寝顔を撮ること趣味だと思う。なんかいっぱい持ってる。でもあんな覚えてる、なんか過去一に多分あんが寝てた日。でもこれは瞳のフォルダに入ってるんですけど、瞳に撮られてたけど、 BPM の MV 撮影の日が私多分いっちゃん今までのなんか仕事で寝た楽屋で、 BPM の MV の日マジでめっちゃ寝たあの日ことを覚えてる。ユリアは全メンバーの寝顔をね持ってるよ。私あんま寝顔持ってないかも。私あんまでもそんなね楽屋で寝ない人だから、そう、あー、リサとかも確かにあんま寝ないわ。リサ寝ないわ。なんか一回畳の部屋でマジでテトリスかのように寝てた日があって、メンバーが、あの時私もその時座っとったんかな、ほんまになんかテトリスみたいに寝とった日あって、リサはなんか起きて携帯いじってたから、確かにリサあんまり寝てないかもね。いや、ミリにはね意外にね多分ね寝顔持ってる気がする。ミリにも結構撮ってく来てるイメージある。ミリには自分が寝てるから、ミリにはあの多分メンバーにもいっぱい撮られてるけど、多分ほあのなんかねなんかの撮影の時もなんだろうね、ミリにはだけ寝てたんよ最初楽屋で。それ以外のメンバーだけじゃないかもしれないけど寝てて、でもその時ミーニャその時間寝てたから、その後の休憩時間はミーニャ元気だったの。でも他のメンバーが寝てたのっていう、なんか逆になってた。
だから逆に写真撮ってたと思う。だから撮られてもいるし撮ってもいる。みんなは言ってたもん、さっき寝てたから今眠くないんだよねってみんな言ってたから。私でもそんな持ってないかもな、メンバーの寝顔持ってるかな。いや私が好きな、なんか寝顔ではないけどそういう寝るっていうスタイルの写真で好きな写真は、一回なんか全員で特典映像の撮影の時に畳の部屋でもう全員で布団敷いて寝たことがあって、その日の朝なんかまだ数人は布団の中に入ってて、それをなんかすっごい広角でその全体像を撮った写真があって、結構それ好きかも。なんか可愛い思い出、思い出だなって思って好きです。 2,3 人多分まだ布団の中に入ってるけど、それ以外はもう布団から出てた。寝起きドッキリ NG らしいけど、NG、NG なんかな、分からんけど、でもなんか絶対やらんと思う、絶対にやらんと思うね、うちらは。不眠耐久レースはいけるかも。ネモースさんとかの結構企画で見ますよね。でもイコラブの寝起きドッキリは多分ほんまにないから期待しない方がいい。寝てほしいから不眠耐久しなくていいって。ウケる。なんか幸せドッキリがいい、やるならハッピードッキリしよう。あんちゃんにドッキリしたい。何のドッキリするの教えてよ。ドッキリじゃ全然なくなる。終わろうかな、そろそろ。ペットボトルがポーン言うてる。私がさっき閉めたやつがそこに置いてあるやつ。ドッキリの音ってYouTube でドッキリ、鈴木愛理さんの、あれはもううちも超絶幸せドッキリだから。ちょうど2時間、マジ？学校訪問ドッキリ。もうちょっと。イコラブだーってなるようになったらやりたい。まださ、さすがに、え、誰？ってなるやん。気まず。気まず。気まず。あ、 あれしたい、結婚式に登場するやつ。幸せや、なんか幸せの場所じゃん、なんか行きたい。
ね、結婚して早くみんな雑な雑なパス結婚してって雑なパスしちゃった。イコールラブ歌うね。ケーキの中から登場。箱の中とかじゃなくてケーキの中なの。バタフライ今日は今までのどんな。これ歌った結婚式で、あんな親戚の結婚式で一人で歌った。何歳だろう、12歳ぐらい、11歳とかかな、10歳ぐらいかな、うん、覚えて11歳とか、まあ、そんぐらい、小6か中1か分かんない、そんぐらいかな、だった。しかもなんか真っ白の結構激しめなドレス着て、普通さ白って着ないじゃんでもその親戚仲いい、なんかお姉ちゃんみたいな親戚の結婚式で、なんかマジでなんか第二のなんか主役みたいなぐらい、あの結構激しめになんかおめかしされてたわ。まあ子供だからさ、目立つとかまあないじゃん、目立つとかないというかさ、そう子供だから子供用ドレスみたいなの着て、真っ白の、そうで、しかもなんだっけ、ブーケとかも私が取るし、そう、何したんやけど、あれベールも持ったんかな、あんな、なんかいろいろしました。その頃そこの親族側には私しか多分いなくて、なんかその私しかではないけど、なんだろう、そう少なくて、そう懐かしい。私の周りもめっちゃ結婚したり子供生まれたりとか多いですね。25歳ってそういう年なのかな、分かんないけど多いです。結構なんか結婚祝いどうしようとか出産祝いどうしようとか考えてる自分、大人になったなって思う、最近なんか大人になったなって思う瞬間かも、それが。第一木なんかな あと広島ってのもあるんかな、分からんけど、
東京より多分早いんだと思う。まあなんか絶対とかってわけじゃないけど、まあバランス的には。そろそろ終わろう。目が痒くなってきちゃった。終わりまーす。いっぱい話したー。いっぱい話したから寝る。おやすみー。おやすみー。タワーは書いときます。タワーはなんかおかえり花だよりっぽくちょっと書きたいかな、書こうかなって思います。ありがとうございます皆さん。ちょっと待っててください。タワーをくださった皆さん、それではありがとうございました。順位を読みます。13位がゆかりん、12位がカピカピ、11位がユージ、10位がゴエスさん、9位がマツケンさん、8位がヒラさん、7位がトモ、6位がカモ、これなんださん、5位がソウタロウさん、4位がアヤニャン、3位がカイトゥ、2位がアキララさん、1位がジッスンです。ありがとうございます。それでは1人目たいちゃん、2人目ももちゃん、3人目にゃんしさん、4人目ぎゅうちゃん、5人目スタドリパパ、6人目かべやむさん、7人目はつかちゃん、8人目あきらさん、9人目すなふねさん、10人目ならない、みかさんの10人がランダムです。久しぶりにランダムした気がする。それでは皆さんもゆっくり寝て明日も一日頑張りましょう。明日はサイン会です。お待ちしてます。それではバイバーイ。じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ、おやすみ。とぼる弁当箱いっぱい MV 見てね。配信でも聞いてください。曲よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。